こんにちは、キヌジョの大森と申します。本日は表参道で活躍をされている美容師のみゆさんに私の顔タイプに合ったヘアアレンジをしていただけるということで楽しみにしてきました。それでは私のまず顔診断からお願いしたいと思います。みゆさん、よろしくお願いします。美容師のみゆです。そもそも顔タイプ診断とは自分の顔の形に合ったヘアスタイルやコーディネートをするための診断となります。目や口などの大きさや形の特徴により全部で8つの系統に分類されます。これら8つは大きく分けて子供顔タイプ、大人顔タイプの2つに分かれます。ちなみにみゆさん、私の顔は何顔タイプになりますか？子供顔、大人顔で言うと大人顔タイプで、パーツが直線と曲線がミックスされているので8つの中でもエレガントタイプの系統に近いと思います。エレガントタイプは華やかさがあり大人っぽい印象で、芸能人でいうと北川景子さんやローラさんなどがエレガントタイプと言われています。エレガントタイプの方は華やかな印象がとても似合うので、大きめのカールで韓国風巻き髪のようなアレンジを作っていきます。で、前髪を立ち上げることで立体感が出てより大人っぽい印象になるので、前髪をしっかりまず立ち上げていきます。エレガントタイプの方は顔の形が卵型や面長の方が多いので、こう縦のラインがあるので、前かき上げ前髪を作るときにこちらの横の髪の毛で横幅を出すっていうのと、フェイスラインを隠すより出した方が少し横幅が出るので似合うポイントとなっております。では実際にやっていきます。こちらの木下さんのドライヤーを使って前髪を立ち上げていきます。こちらのドライヤーはとっても軽くて風量が強いので乾かすスピードが半分になります。毛が疲れにくくなっておすすめです。毛の流れに逆らって風を当てることによって前髪が立ち上がります。ドライヤーを当てた後に冷風をつけるとより前髪が立ち上がりやすくなっておすすめです。次に髪を巻いていきます。まず髪の毛を左右2つに分けてもらって、でこちらを髪が多い方は3つくらいに分けます。こちらの32ミリのアイロンを使って巻いていきます。少し前に引き出しながら巻くのがポイントです。こうすることで元の位置に戻った時にカールがずれてより動きが出るので立体感が出ます。で外巻きに巻きつけていきます。で最後アイロンを抜く時にアイロンを床と平行にしてもらって最後内巻きになるように抜いていきます。巻けたら手で持ってもらって少し冷やします。内巻きにカールが入ることによってプルッとした巻き髪になるのでおすすめです。後ろも同様に巻いていきます。すべて同じ方向に巻くことでまとまりのあるカールになります。反対側も同様に巻いていきます。はい、巻き終わりました。次に前髪をやっていきます。前髪とか顔周りの毛をやるときに巻く前に自分でどこの位置にカールが来たら似合うかっていうのを確認しながら巻くとより似合いやすいカールを作ることができます。アイロンで挟んでもらって後ろに向かって少しカールをつけて通していきます。そこも外巻きですか？そうですね、このカールとつながる感じで巻いていくとより立体感が出て自然な印象になります。すべて巻き終わったらこういうブラシでカールを溶かしていきます。結構しっかりめに溶かしちゃって大丈夫なんですか？はい、溶かすことで一つのまとまったカールになるので、今流行りの韓国風巻き髪はこういったツヤのある巻き髪となっているので、こういう感じでブラシで溶かしていきます。ブラシで溶かし終わったら最後にヘアオイルをつけていきます。だいたい3プッシュぐらいがおすすめです。手にオイルをつけたらしっかり手になじませてもらって内側からしっかりつけていきます。このように内側の後ろ、横、顔周りの上側をしっかり持ち上げるようにしながらつけていって、最後に後ろで一つで結ぶ時みたいな感じでまとめて毛先と中間もしっかりつけていきます。最後に少しだけ残ったのを顔周りや前髪につけます。こちらで完成です。すごい
素敵な髪型に仕上げてくださいました。みなさん今日はありがとうございました。ありがとうございました。とっても華やかでお似合いです。エレガントスタイル、私もよく普段やってるスタイルなので、ちょっと今日はみなさんに教えていただいたポイントを自分でもおさらいしつつ、これからのライフスタイルにもまた生かしていこうと思います。ぜひやってみてください。ということで皆様いかがだったでしょうか。このキヌードチャンネルでは、顔タイプ別おすすめのヘアアレンジ企画に出演したいという方を大募集しています。プロの美容師さんにあなたの顔タイプに合ったヘアアレンジをしてほしいという方は、この概要欄からぜひご応募をお待ちしております。ということで今回は美容師ミューが解説させていただきました。私のインスタアカウントがこちらに出ているので、フォローしていただけるととっても嬉しいです。またこのキヌージョ公式チャンネルでは、ヘアケア、ヘアアレンジ、髪に関してのハウツーなどを紹介しております。ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。その他キヌージョ公式 SNS も貼ってありますので、フォローしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。